はははいここんにちちバンクアカデミーの良平です今日はこちらです1ドル140円を割って急激に円高が進んだけど積みたて NISA はどうすればいいのという方にお話ししていきます突然飛び込んできたニュースなので気になる方も多いと思います そんな方にこの動画では大幅に円高が進んだ背景と私たちが積み立て NISA で今やるべきことを解説しますのでこの動画が役に立ったと思ったらぜひいいねをお願いしますそれでは早速見ていきましょう <music> ではこのパートで1ドル140円を割って円高へ 積み立てにーサはどうすべきかという話をしていきますが、先にこの動画の結論をお伝えします。日本円と米ドルの為替において、2022年11月11日、米国の CPI を受けて、1ドル140円を割り、急激な円高へ進んだ、インフレがピークアウトの兆しを見せたことが要因。一方、インフレのピークアウトの兆しが見えたことで、利上げの警戒が和らぎ、 米国の CPI の後は、米国株も大幅に上昇した。株式と為替、両方でベストな買い時を探るのは難しいため、積立に i s のような積立投資は、とにかく積立を継続しよう。この結論をもとに、今後大幅に円高が進んだ際に、積立に i s でやるべきことを丸ごと解説ので、ぜひ最後まで見てください。早速ですが、ドルと円の為替相場において、1ドル140円を割って、 急激な円高へ進みました。こちらは過去1ヶ月のドル円の相場ですが、10月20日に1ドル150円となり、大きな話題になったものの、そこからわずか3週間後の11月11日には1ドル138円となり、この時は1日で7円も上昇したので、大幅に円高へ傾きました。もちろん歴史的に見ると、今の水準でも円安と言えるんですが、今後大幅に円高に進む可能性もあります。 じゃあ、今回の急激な円高の背景は何なのかこれは10月の米国 CPI において市場予想を下回ったことが要因です。消費者物価指数 CPI とは、物やサービスなどの物価の動きを把握するための指標で、この指数が高いと物価の上昇、つまりインフレ、消費の停滞、景気の後退につながってしまいます。 昨年から今年にかけて、米国の CPI は約40年ぶりに高い水準となっていたので、インフレを落ち着かせることが米国において重要な課題となっていました。CPI には総合指数と食料品など価格変動の大きい品目を除いたコア指数があるんですが、今回特に注目されたのは総合指数の方です。 10月の総合 CPI は前年同月比で7.7%の上昇、9月の8.2%の上昇からやや鈍化、市場予想である8%も下回ったので、インフレが少し落ち着いてきたのではという見方が出てきています。少しおさらいをしておくと、米国では今年に入ってインフレ抑制のために急激な利上げが続いていました。 この急激な利上げによって、日本との金利差が拡大し、金利が全然つかない日本円を持つよりも、金利がつくドルを持っていた方がお得なので、円安ドル高が大きく進んでいたんですが、インフレのピークアウトの兆しが見えたことで、利上げ幅の縮小、またそれによって円高が進む要因になるのではないかという予想も聞こえています。 また、これも大きなニュースになったんですが、急激な円高が進んだ一方で、米国株は大幅に上昇しました。インフレのピークアウトの兆しが見えたことで、利上げの警戒が和らぎ、米国の代表的な指数、S、S&P500 も CPI の他に約5%と大幅に上昇しました。 ただし、もちろん、本当にインフレがピークアウトするかは、まだ不透明なんですが、今までの円安、そして株安のトレンドが転換しているのではないかとも言われています。ただし、一つ知っておいてほしいこととして、円建てでの米国株価はそんなに変わっていません。どういうことかというと、 例えば、ある米国株式の株価が30ドルだとして、1ドル150円だと、1株あたり4500円、30ドル ×150 円で買えます。しかし、その後、株価が34ドルに上がったとしても、1ドル135円と円高に傾いた際は、1株あたり4590円、34ドル ×135 円で、円立てだとほぼ変わらないことになります。つまり、円高に傾いたことで、米国株の買い時だと思っても、 一方で、株価が上昇しているケースもあるので、ベストな買い時を探るのは難しいでしょう。もちろん、円からドルにだけ買いくドル点もありなんですが、今後より円高に行く可能性もあるので、やはりベストなタイミングを見極めるのは困難かと思います。ちなみに、円建ての S&P500 の今年の推移も見ておくと、ドルベースの S&P500 は、年始から下落傾向だったんですが、円安の影響で、 円建ての S&P500 である EMAXS SLIM 米国株式は2 0 2十年11月11日時点で年始からプラス2.97%少し上昇しています EMAXS SLIM 米国株式は為替リスクがあるので円安は為替による利益を生む要因となるんですがこうしてみると円安によってものすごく基準価格が上がっているわけではなく米国株の下落も相まって結局基準価格は年始とほぼ 変わらない状況となっているんです。さて、こんな状況において、積み立てにさはどうすればいいか。自分が感じた今年の相場の教訓として、円安が進む一方で、株安が進んだり、円高に傾いた一方で、株高が進むのを見ると、やはりベストな買い時を探るのは難しく、自分も含めて多くの人は、おとなしく積み立て投資をしているのが良さそうです。 積立 NISA に,における積立投資なら、相場を気にせずに自動で淡々と買い続けてくれるし、もし円高と株安が同時に来ても、その時は積立って安く買うことにつながるので、ラッキーだと思っておきましょう。長期前提の積立 NISA は、遠い将来に利益が出ていれば OK です。なので、自分はとにかく淡々と積立を続けています。 例えば SBI 証券にて、三井住友カードのゴールド1%還元で月5万円の上限で積み立て、銘柄は EMAXS SLIM 米国株式のみを選んでいます。9ヶ月間コツコツ買い続けるだけでも、プラス5.1%で22,786円の含み益が出ているので、あまり相場で一気一憂をすることなく積み立てを続けるのがベターだと感じています。とにかく長期運用が前提の人は、 今の不安定な相場の時こそ、積み立て投資をやめず、続けておくのが大事なので、一緒にコツコツと続けていきましょう。どうしても不安になってしまう人は、次に紹介する書籍、資産形成1年生を読んでみてください。では最後に、今投資で不安な思いをしている方へ、自分が熱意を込めて書いた書籍、資産形成1年生を参考にしてください。 投資の入門知識となるリスクとリターンの考え方や、米国株に投資をするなら、絶対に知っておきたい。過去何年持つと必ずプラスになったデータ。よく聞かれる、積み立てに差で20年後に暴落しても、慌てなくていい理由などをイラストで解説しています。また、読みやすさを重視すべく、全編フルカラーで楽しい漫画もついていますので、投資を始めたい。 続けたいけど不安があるという人はぜひ読んでみてください。本のリンクは概要欄に載せておきます。はい。では今日のまとめです。日本円と米ドルの為替において2022年11月11日、米国の CPI を受けて1ドル140円を割り、急激な円高へ進んだ。インフレがピークアウトの兆しを見せたことが要因。一方、インフレのピークアウトの兆しが見えたことで、 利上げの警戒が和らぎ、米国の CPI の後は、米国株も大幅に上昇した。株式と為替、両方でベーストな買い時を探るのは難しいため、積み立て NISA のような積み立て投資は、とにかく積み立てを継続しよう。はい、こんなところですね。またわからないことがあれば、 YouTube のコメント欄か Twitter、Instagram を DM から気軽に聞いてください。そしてこの動画が役に立ったと思ったらぜひいいねを押すのを忘れないでください。よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。バンカーアカデミーではお金に関する様々な動画を配信しています。役に立ったと思ったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。